あなたの心の大惨劇、須山拓司です。アニメや漫画より楽しむための動画をお送りしておりますということでね、今回はその秋アニメ魔女の旅旅第9話の感想&考察、うつぐの神回降臨ということでございましてですね、前代未聞の回となってしまいましたけどもね、ちなみに私はですね、コミックスパの1巻のみを読んだ状態でですね、この感想と考察を語っております。はい、ということでですね、今回の第9話の感想を一言でまとめるんだったら、耐性がない人は見るな危険というような、ね、回でございました。もう3話や4話でも見せたこの鬱に加えましてですね、今回この視覚的なグロも混ぜてきたということでですね、まあ、9話はこの鬱とグロの、ね、ダブルインパクトやという、ね、状態でございましてですね、まあそれに加えてですね、あのセレナとエセレナのちょいと泣かせる時代を超えた尊い友情物語のね、まあ、これちはスパイスを混ぜたことによってですね、まあ、鬱グロ神回と言ってもいいんじゃないかなというような、ね、仕上がりとなっていたわけでございます。ただしですね、これは耐性がない人はもうハートブレイク、もうハートブレイクショットをね食らっちゃうよというようなですね、状態なのでも要注意でございます。まあ、私はですね、体勢はある方なんでございますけどもね、ちょいとね、変な予想をしておりまして、もう完全に油断、ガードを下げてですね、ノーガードの状態でですね、もうハートブレイクショットを食らっちゃったよというですね、もう大ダメージを受けたね、私でございます。とまあですね、今回もわーわー言うておりますけどね、ポイントに絞ってですね、感想と考察を語っていきたいと思います。ちなみにですね、ブログ版またはこの動画の概要欄でですね、まあ、原作ラと漫画版を試し読み、そしてですね、その他の魔女の旅ための関連動画もまとめております。気になる方はですね、そちらもチェックしてみてください。時計郷ロストルフという国の広場にいる金欠でお腹を空かして今にも泣いてしまいそうな儚く美しい女性は誰でしょう。そう、私ですってね、腹ヘリングでもシャラクセというようなね、今回もツッコミができたわけでございますけども、今週は変化球で来たわけでございましてですね、そしてですね、事件とこの物語のインパクトが強すぎてですね、この国の名前が時計郷ロストルフというのもですね、この考察をするまで忘れていたよと。さあ、ハラヘリンクなイレーナさん、高額バイトの面接に来たわけでございますけどもね、その面接でできれば働かずに金儲けしたいなと思ってましてですね、いやニートかよというですね、もういきなりね、受かる気あんのかというようなね答えでございますけどもね、しかももう天才性を張り合ってこうマウントまで取ってくるということで、もうこうごちそうまでしてもらってんのにお前は質で極まりないなっていう具合でございましてですね、そしてお金が出てきたらすぐにハーって、ね、飛びつくっていうですね、お金にちょっとがめついねというね、イレーナさんでございました。こんな男がですね、バイト面接に来たらすぐ落とす、でも美少女だったら別というですね、美少女って本当にお得だなと思うわけでございますけども、まあ、なんかですね、こう回が進めば進むほどこのイレーナさんのクズさがね強調されていくような、ね、感じはね、するんでございますけども、まあ、魔女はパンチが効いたやつばかりでございますけどもね、このイレーナさんはその中でもちょっと別格のようなね感じがしてきた、そんな貫禄も感じてきたよというね第9話でございました。またですね、この魔女の旅旅って、まあ、時系列がね順不同だと思うんでございますけどもね、まあ、今回のイレーナ もう18歳ということで、まあ、18歳というね、このたった1年の間にどんだけイベントがあるんだよというですね感じでございました。そしてですね、物語にこの時系列はね、何話はねどういう順番になっているのかというね、この時系列も知りたいよねと。さあ、そんな高額バイトの依頼者はですね、クイの魔女でエステルというわけでございましてですね、まあ経歴的にはイレーナにも負けない、こちら天才少女となっておりました。ただですね、このクイの漢字がわからんしですね、そして漢字も調べてもね、よく意味がわからんしということでね、私さらに調べてみたでございますけども、こちら作者の公式ツイッターによるとですね、ラベンダーの中国語読みから持ってきてるということでございまして、まあ、エステルもこの髪の毛の色からやっぱ魔女名取ってるみたいでございましてですね、本当魔女はですね、この髪の毛から持ってくるのすっきゃねという具合でございます。ただですね、こうやってラベンダーも飾っていたんで、まあ、エステルが単純にこのラベンダーが好きだからね、そういった魔女名になったという線もあるかもしれませんけども、まあ、逆にですね、その魔女名がついたからラベンダーが好きになったのかもしれないございますけどもね、まあ、卵が先か鶏が先かという、ね具合でございます。ちなみにですね、このラベンダーの花言葉ですね、あなたを待ってます。沈黙疑惑とですね、まあ、今回の物語を暗示するかのような、ね、ものとなっています。さあ、そんな依頼内容とはね、二丁目殺人鬼ということで、ここでピリピリっとね来るようなですね、キーワードだったんでございますけども、そんな高額バイトはやっぱりリスキーとね、見せかけておいて、その依頼内容とはですね、その事件によって人生が狂わされてしまったね、親友セレナを時を超えて救うことでございました。まあ、セレナを救うためにエステルは長い時間をかけて、そして体を張ってですね、まあ、血を抜きまくっておりましてですね、時を遡る魔法を完成させたわけでございます。ものすごい思いが詰まっているわけでございますね。
そこで私ねピーンとねちょっと来たわけでございます。なるほどなるほどとね、まあ、セレナがこの殺人刑とね変わってしまったこと、そしてですねそれをエステルのね手で処刑してしまったこと、まあ、そんなですねセレナが変わるね様子がちょいとグロくてですね、まあ、エステルの話がちょいと打つということで、まあ本作品にはですね刺激的な描写がありますので、ご視聴には十分ご注意くださいと、まあ、放送前に注意書きがあったのねと私勝手に納得してしまいましてですね、そしてですねその注意書きでねこう身構えさせておいてですね、それすらも利用してこのセレナとエステルのねエモエモなね友情物語でね泣かせてくるんじゃねえかってですね、私ですね注意書きの演出も利用するなんて新しい手法やんけーってですねちょっとね考察こじらせすぎてですねちょっと変な予想をしてしまいましたということで、私ここでですね完全にガードを下げたせいでですね、まさかこの後にもとんでもないハートブレイクショットを食らうことになるとは思わなかったよと。さあそんなセレナを救うためにですね10年前の時計鏡ロストブルにタイムスリップというわけでございましたけどもね、こちら1時間という制限付きとはいえ、まあ、時間を遡るなんて、まあ、とんでもない大魔法でございますよね。さらっとやってたわけではございますけども、まあ、このねマルキを共有するあの指輪とかもですねエステルが作ったものなんでございましょうか。まあイレーナ並みのね天才少女というのは伊達じゃなかったわけでございます、まあ、そしてですねイレーナも本気出せばねこれぐらいできるんでございましょうか、それだったらですねまずねもうハラヘリンコとか言ってないでもお金を生み出す魔法とかですね、まあ、密かに開発すればいいのになって思うんでございますけどもね、まあイレーナにとってはですねそれすらも働くことになっちゃうんでございましょうか。時を超えてこのセレナとエステルがエモエモな再会というわけでございましてですね、まあセレナがまだ幼い子供なので完全に引いてたというのがですね、まあご愛嬌という具合でございますけどね、そしてですねそんな2人の時を超えた再会を見てですね、いつも通りの冷めたまんまのイレーナさん、こちら通常運転でございました。まあ、相変わらずですね思い出がないことに対してはね本当一言だねドライだねとですね、そんな風にイレーナを思ってた時期が私にもありました。さあそんな強盗とセレナの両者を引き離すというですね、まあ、エステルの作戦は成功いたしまして、まあ、帰りが遅いというトラブルはございましたけどもね、まあ、刃物を持ってたとしても魔法使いにかなうわけがありませんというね、そんないつものこのイレーナさんのノリにですね、私たち視聴者も騙されたものでございます、騙されたのは私だけじゃないとね信じたいわけでございますけどもね、その油断が命取りでございました、面倒ですから私が着いた頃にはね片付いてると助かるのですが、ですね、もう余裕しゃくしゃくでですねゆっくりとねたどり着いたその先が地獄クエズという声でございましてですね、ここがやられたね。ちゃんと考えればですね、このパターンもあると予想できたわけでございますけどもね、まあ変に深読みいたしましてですね、まあ、今回はこのグロを振りにしたエモエモ妖怪とですね、優勝しちゃったせいでですね、私ね、この時もイレーナさん並みにですね、もうハートブレイクをですね、ここで食らうことになったわけでございます。さあ、今回のメインはこっからでございましょうね。まあ身構えてた人もですね、結構やられたという人も多かった。そして私みたいにノーガードだった人はさらにですね、大ダメージ受けたんじゃないかなと思うんでございますけどもね、両親をね襲った犯人はセレナだったわけでございます、しかもその理由というのがですね父親にも性的暴行をされ続けということでね、まあ3話の2のの時というですねこの作品はねほのぼのとしたファンタジーな世界観にですねこの合わないもすぐ性的暴行を入れたがるねという、ね、具合でございましてやめなさいという具合でございますけどもね、さらにそれを知った母親は止めるんじゃなくてですね嫉妬して暴力振るってたってもうどんな両親だよというですね、もう結果ですねセレナはこのだいぶ前から壊れてしまっていたというわけでございます。もうこれだけでもお腹いっぱいだよというね鬱展開なんでございますけどもね、まあそう考えるとですねこの後にセリナがこう引き取られるとねあのおじさんもそうだったのかというねちょっとそこら辺のね新しい疑惑も浮かんでくるんでございますけどもね、それともですね、まあ、セリナはすでにこの時壊れてたんで、まあ、おじさんはそうではなかったんでございますけども犠牲者になったのかどちらにしてもなんか不幸な感じでございます、そんなセリナの話を聞いて、まあ、動揺したからなのかそれともですね子供のセリナに向かってこう魔法を使うのをためらってしまったんでございましょうか、まあ、刃物を持ってたとしても、ね、魔法使いにはかなうわけがありませんと言ってたこのイレーナさんが危機一髪に陥るわけでございます。それを助けたのはですね立ち上がったエステルというわけでございます、もうお腹いっぱいと思ってたけどこっからが本番と言わんばかりね鬱もグロも止まらないということでですねもうやめてください自分ノーガードで食らってるんでもうやめてくださいというですねシーンがもうガンガン来るわけでございますけどね、まあ怒りで我を忘れているのからなのか、それともですねもう出血がひどくてね魔法がうまく使えないんでございましょうか、まあ、今までの魔法使いの戦闘を見てたらですね一発で勝負がつきそうなものでございますけどもね、なんか自らの記憶すら犠牲にしても全ての怒りをねもう畳み込むかのようなエステルラッシュでございましてですね、まあもう本当に痛々しい感じでございまして特にセレナの方ももう壊れてるんでですね受けてる方も笑ってるというね地獄絵図が繰り広げられたわけでございます、まあ、首のところとか特にですねキューってなって痛々しかったわけでございます。でもですねまあここ考えてもみればですね、まあ、親友と思ってたもうエステルに裏切られしかもね向こうは親友とすら思っていなかったわけでございます、そんな相手をですねもう何年も時間も思いもね、注いでね、こう助
けに来てですね、それが裏切られたと知ったらですね、まあ怒りをね、とどまることを知らないのはね、まあね、しょうがないかなと思いましてですね、このバトルのグロさはですね、そんなエステルの怒りの全てがですね、まあ黒い部分は全て詰まってるようなね、演出にも感じたわけでございます。しかもですね、これ描かれておりませんけども、イレーナがこう来る前にですね、この2人のやり取りがあったはずでございますんで、まあその時にこの真相を知って、さらにですね、長年助けようと思ってたこのセレナに刺された時のエステルのこの絶望感はね、まあいかがなものかというね、想像に絶するものがあるわけでございましょう。まあここのねやり取りをね、想像するだけでもちょっとね鬱になっちゃうよと。そして戻ってきてエステル散るということで、まあ記憶を失って、最後はセレナに刺された傷が元となって命を落としたわけでございまして、もうまさにバッドエンド中のバッドエンドでございましょう。まあ、あんちゃん生きてんじゃないかっていうね、考察もありましたけど、まあ、ちょっと血の量とか見る限りですね、それも難しそうじゃないかなとね、思うシーンでもございます。そしてね、私は何もできなかった、そうつぶやいてこの泣くイレーナでございまして、まあ、今回私ね、ここで一番やられちゃいな、泣いちゃいましたねということでですね、魔女のたびたびで泣いちゃったのはね、ほんとここが初めてでございます。というのもですね、この3話の花畑の時とか、あと2のとかですね、そして4話のね、ミラノゼとか、今までバッドエンドはありましたけどもね、そのどれもこのイレーナは泣かなかったということで、なんかむしろこの人ごとのようにね、ドライに去っていくというのはね、まあ、イレーナのスタイルと思ってたわけでございまして、まあ、そのギャップとですね、まあ、イレーナの気持ちがね、見えた分ですね、もう今回はやられちゃいましたとよ、ということでですね、まあ、気持ちを見せられるとね、弱いね、男でございます。またですね、このね、私は何もできなかったというね、セリフにも、ちょっといろんなね、思いが込められておりまして、私の考察する限りですね、まあ、今回の件でね、3つほどね、後悔していることがあるんじゃないかなと思うわけでございます。そのね、一つ目はエステルが戦闘に入った時ですね、魔法使いなら余裕とね、すぐに駆けつけずにこうゆっくりと歩いてしまったことではないでございましょうか。まあそこで砲金によってすぐに駆けつけておりましたらですね、もしかしたらエステルは刺される前にね、合流できたかもしれないということで、そしてですね、二つ目はですね、セレナがね、襲われた時にですね、イレーナが攻撃できなかったことでございますね。まあ、あそこでイレーナがセレナを無力化していればですね、まあ、エステルがですね、あんな怒りにね、我を忘れてですね、バトルすることもなかったかもしれないわけでございます。そうすれば傷は悪化することもなかったわけでございますんで、そして三つ目はですね、その結果ですね、まあ、魔力切れを起こしてはエステルをね、回復してやることはできなかったわけでございます。エステルがね、魔法を使いすぎたせいでですね、こうやって2話でですね、サヤの傷をね、時間逆転の魔法で治していたんで、魔力が残っていたらですね、このエステルを、ね、助けることももしかしたらできたかもしれないということで、つまりですね、どれか一つでもイレーナができていたらですね、まあ、エステルを死なせずに済んだかもしれないとですね、後悔してるんじゃないかなと思ってですね、まあ、そんな思いが詰まった私は何もできなかったというね、セリフに聞こえました。はーい、ということで、まあ、今回の話をまとめるとですね、まあ、ウツとグロはすごかったでございますけどもね、まあ、そこで展開されるこのエステルのストーリーもまあ素晴らしかったということでございまして、まあ、ただね、ウツでもないグロでもない、まあ、ウツグロ神回と言ってもいいんじゃないかなと思いまして、でも耐性がない人はですね、ご注意なというようなね、第9話でございます。あとですね、今回このイレーナの気持ちが見えたのがすごい良かったでということでね、こういったアニメや漫画をより楽しむための動画を随時上げております。チャンネル登録もしくはですね、グッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。